放送席では K1 ワールドグランプリスーパーライト級のベルトを巻く安保ルキアが見つめています。2019年8月31日令和 最初の夏、最後の日、 K1 クラッシュファイト104ダブルメインイベント第2試合、スーパーライト級タイトルマッチ、チャレンジャー、今その表情を見て取れました、総田康臣迎え撃つチャンピオン初防衛戦、鈴木隼人。今そのタイトルマッチゴングを聞きました。サウスポーじりじりと前に出ていく、まずは得意の左のミドルから入っていったのが初防衛戦チャンピオンです。対する総田康臣、さあこの試合まず K1 のスーパーライト級チャンピオン安保選手に伺いましょう、はい、改めてどんなところ注目されてますか。そうですね、やっぱりあの鈴木選手左ミドル、これがやっぱすごい速くて、やっぱ蹴りのスピードでいうと鈴木選手は速いんで、総田選手はやっぱ前に出てじりじりと戦いたいですね、はい、まあ、こういう前みたいに外すのはすごいです。なるほど、はい、さあ石川さん、はい、石川さんのところに。そうですね、あの鈴木選手の左ミドル、あのこういうふうに総田選手が今これ3回目ですね、もうね皮しますよね、はい、この避ける、当たらないっていう、当てさせないっていうのって鈴木選手すごく嫌なんですよね。自分にとってまず左ミドルが当たるっていうのは試合の作るための展開なので、展開を作るための大事なポイントなので、当てさせてくれないっていうのは崩れますからね。これガードされるのとまたスウェーバックでかわされるのは違うんですか。大きく違いますね。空振りするとすごくスタミナ切れるので、スタミナ使うので、左はい、うん、ただこれも見切っているか。そうだ、こういうところはもしかしたら相談選手徹底してきたのかもしれないですね、うん。そしてゲストの小原優乃さん、マスクをかぶってきた選手、チャレンジャー、そうだ、はい、いろんな選手がいますよね。そうですね、その中でこの今後楽園ホールの雰囲気、どのように感じられてますか。やっぱり今日一番の盛り上がりですね。さすがちょっと緊迫感が違いますよね、はい、右のハイキックかわして左のローを蹴っていきました、チャンピオンの鈴木隼人です。ワンツーはそうだ、まあ、石川さん、そうだ、ボクシングテクニックは素晴らしいものを持ってますから。そうですね、はい、で、あの鈴木選手は、ミドルキックいっぱい蹴るんですけど、はい、パンチをもらわないところでずうずうしくいかないんですよね。あの蹴りが当たるからといってそのパンチにつなげるとか無理にしないんですよね。ちゃんと徹底して蹴りが当たる距離で蹴り続けるので危なくないんですよね、うん、なるほど、うん。安保選手、この1ラウンドの立ち上がり、はい、2人の距離感というのはいかがでしょう。いや、まあこれは予想通りの展開ですね、はい、うん、それこそこの前の僕とジェイオ選手の試合の展開に似てるかなと思いますね、最初は、はい、構えの逆動して、うんうんうん、サウスポーの鈴木、オーソドックスの相田、はい、相田選手にしたら絶対も前に行くべきですね、これは、ね、うん、なるほど、はい、蹴り合いは良くないですね。で鈴木選手はもう逆にも前に出させずに、こう前蹴り使ったりミドルキック使ったり、今度はローキックです。相田も左の前足でローを蹴ってまいります。強いローを蹴り返す、そして左のミドルです、まあ、ガードをして右のパンチ放っていったのが相田。ここで第1ラウンド終了。リプレイご覧いただきましょう。石川さん、はい、まあ、当然鈴木はこの左のミドル、もうこの1ラウンドで何発出したか分かりませんが、そうですね、主体ですよね、はい、組み立ててきました。でも、ね、うん、必ずローキックミドルに固執せずに、ね、ローキックも前蹴りも鈴木選手は蹴れているので、あんまりそこまで動揺はしてないでしょうね。ただかわされるのは嫌だなっていうだけなので、あの相田選手はあとね、ジャブを突きながらね試合を作るポイントもあるんですけど、なかなかジャブよりも先に左ミドルが飛んでくるので、うん、なかなかまだ相田選手ペースにはまだ試合が動いてないですよね。なるほど、安保選手、相田、はい、が一つ試合を動かすためには何が必要ですか。まあ、左回りをもう少し徹底した方がいいと思います、ね、で右の攻撃をやっていきたいですよね、蹴りに限らずパンチで、はい、第2ラウンドです。スーパーライト級のタイトルマッチ、やはりここも左のキックから入ってきたのがチャンピオン鈴木隼人、初防衛戦、対するリングのセンターは相田康臣、オーソドックスに構えます。
これ安保選手、左に相田が回るとどういう効果が生まれますか。やっぱり左ミドルが強いんで、右に回っちゃうと左ミドルまでの距離が近くなるんですよ。左に回ることによって左ミドルが遠くなるんで、バランスも崩しやすいんですよね、鈴木選手が。なるほど、そのフットワークを使っていきたい。そして自分はこのように右を出していきたい。そうですね、はい、右も当たりやすいですし、パンチが。ただガードを絡めて巻いていく、一瞬左が入りました、相田です。ですから安保選手、ああいう隙が生まれた時、カウンターで入ると相田はワンチャンスあるということですよ ね。 すね。今ちょっとペースを掴みかけてますね。そうですね、相田選手、はい、あの距離に入りたいですね、はい、距離感がいいですね。これ石川さん、その距離感というのは鈴木が蹴れない距離感ですか。そうですね、蹴れない距離感ですよね。あと蹴れない距離感プラス相田選手のパンチが当たる距離、ね、うん、ってことは鈴木選手のリズムが大きく崩れるんです。こういうところですよね。ボディ、今のボディも嫌だったと思いますよ。嫌ですね、うん、わー嫌ですね。この左のハイキックもしっかり見切っています、はい、まあ、1ラウンド目は石川さんがあのかわされるというのは非常に嫌だというお話ありました。はい、はい、さらに顔面からボディへ。あー、ここもです。相田のパンチがチャンピオンを捉え始めました。パンチがここに当たるようになってきて、さらに蹴りがミドルキックをかわされると、もう相田選手ペースになってきちゃうんですね。まあ、相田はそのペースを作りたいわけですよね。そうですね、はい、逆にミドルを蹴っていって相田、このタイトルマッチのレベルになればね、そのちゃんと描いてきた通りの試合をできるかどうかなので、うん、それが今相田選手が描いてきたのがちょっと近くなってきてます、ね、コーナーに詰めていく。鈴木選手は、ミドルキック、ミドルキックで引きつけてね、映像にもありましたけど、ね、ハイキックとかっていうのもありますから、ね、うん、そこはね、相田選手がパンチできたところにハイキックっていうのはチャンスが生まれますよね。はい、相田がこれがキャリア35戦目、チャンピオンの鈴木がキャリア11戦目です。まあ、これまでのキャリアでは圧倒的に相田、うん、ただこのK-1 ジャパングループのリングでベルトを巻いたことがありません、相田康臣です。右のストレート、前に出ていく、ねじ込んだ。ここもです。まあ、この辺りのテクニックはさすがのものがあります。ハイキックも見切っている。ちょっと安保選手、この鈴木のハイキックが空振りにしますよね。そうですね、こうなってくるとやっぱりやりづらいですね、うん、はい、あ、ここもです。しっかりスイアバック、うん、当たらない。嫌ですね。残り10秒を切った第2ラウンド、ここでゴング。相田選手は鈴木選手がやられたら嫌なことっていうのを2ラウンド目徹底して倒しに行くというよりもまず嫌なことをやってましたね。近い距離で、鈴木選手の武器が出ない距離でパンチを打って、で蹴りを避ける、はい、蹴りを避ける、避けられるとか嫌なことなので鈴木選手にとっては。さあ、となると石川さん、この後の第3ラウンド、はい、チャレンジャーは勝たなくてはいけないわけですから。そうですね、はいはい、でもだからといって相田選手は無理して倒しに行くようなことはしないと思います。もしくはこの嫌なことに力を込めていくと、もしかしたら鈴木選手が崩れるかもしれないですね。ボディが効いてきたりとかですね。鈴木のすごいのは久保優太の姿があります。頭脳派久保優太がどんな作戦を授けているか、うん、そうですね、気になりますね。鈴木選手としては左ミドルをベースに戦うことは変わらないと思うので、うん、さあ、ファイナルラウンドです。スーパーライト級のタイトルマッチ、このベルトを取ってスタートラインだと話した鈴木隼人の初防衛戦。対するはまずはこのクラッシュのベルトを取って K-1 のベルトを取りたいんだと、2冠王になることが目標だと話したチャレンジャー相田康臣。相田は2年ぶり2度目のこのクラッシュのスーパーライト級ベルト挑戦。前回は当時のチャンピオン中澤潤、延長判定のせいで敗れました。さあ、打ち合い、一気にスパークしていくか。ファイナルラウンドです。さあ、この立ち上がりです。安保選手、はい、30秒経過して展開いかがでしょう。そうですね、まあ、僕が相田選手があと1本のところでいつもベルトに結構取れてないじゃないですか、はい、これまで、まあ、そういったところってこういう3ラウンドとかで、ま、自分が前に出れるかどうかだと思うんですよ。なるほど、ここは僕は 出るべきだと思います。出てほしいですね。多少強引にでもですね、はい、相田の背中にはシルバーウルフの面々、激を飛ばすアドバイスを送る右のストレート。
この右のストレートが先ほどから当たるようになっています。さらに左のフックから右のボディ、ここです、ロングレンジ、そうですね、この距離蹴りがもう出しづらくなってるんで、あ、ならばと近い距離、鈴木もパンチで応戦してきます。あ、チャンピオンが前に出てきた、ボディから顔面に対角線の攻撃を使うのがソーダ、まあ、チャンピオンの意地が出てますね、はい、同じフィールドでも負けないぞっていうのが出てますね。そうですね、はい、鈴木も初防衛戦、遠回りしてようやく掴んだベルトです。簡単に離すわけにはいきません。ソーダ左のフック、ソーダパンチを集めていきます。いや、大原さん、この会場の熱気いかがですか。いや、すごいですね、一気に距離が、残り1分を切っています、ファイナルラウンド。この距離は相田選手の距離かと思ったんですけどね、鈴木選手も本当ですね、打ち返します、打ち返しますよね、グイグイと前に出ていきます。ここでパンチを誘ったところに左ハイが出たら一気に最高ですね、鈴木ですね、はい、あ、相田のシャルミが前に出てくる、右の膝、いいですね、ガードを固める鈴木、パンチの応戦が今度は左の膝があった、今度は相田の左の膝があった、ロープに押し込んでいく、残り30秒ファイナルラウンド。相田選手この膝削る膝が得意ですからね、もう泥臭く泥臭く、いや、安保選手、はい、相田が前に出てませんか。そうですね、出てますね、まあ、ここのあと15秒ぐらい本当きついんですけど、これで人生変わるんで、なるほど、お互いバチバチいってほしいですね。さあ、タイトルへ向かって相田2度目の挑戦、初防衛なるか鈴木彩斗、近い距離打ちを左を振って右のストレート、相田前に出る、打ち返す鈴木、ここでタイムアップ。さあ、 K1 スーパーライト級チャンピオン、はい、アンコルキア選手いかがでしたでしょうか。まあ、僕としては延長行ってもいいのかなって感じで、まあ、延長見たいですね。なるほど、はい、西川選手ですか。はい、前に出るのを仕掛けたのは相田選手でしたよね、最終ラウンドで。その相田選手の距離に誘い込んだのは相田選手なんですけど、鈴木選手がこの相田選手の距離でちゃんと打ち合えたんですよね、はい、打ち合えて失礼ですね、チャンピオンに失礼ですけども、ちゃんと、展開が作れたので、攻防の展開が作れたので、あ、鈴木の左の目の下が腫れています。さあ、判定です。ジャッジ植木29対29ドロー、はい、ジャッジ西村29対29ドローですね、延長ですね、三者とも29対29、ここはもう僕も前回同じ展開をゲーム戦としました、はい、ここは本当に ね根性なんでね、うんうん、はい、これ今両選手何を考えているんですか。いや、まあ、どうなんですかね、まあ、僕は延長になった瞬間すごいもう本戦で取られたと思ったね、正直、はい、すごい嬉しかったんで、まあ、ここで絶対取り返してって気持ちで行きましたし、まあ、ただやっぱ延長ってなると正直挑戦者の方が僕は分があるんじゃないかなと、というのは、はい、やっぱベルトを取る立場なので、うん、行くんじゃないかなと思いますね。あのテクニカル的なことで言うと、はい、これまで作ってきた作戦というのはどうなるんでしょうか、はい、この延長ラウンド。いや、もうここで作戦とかテクニック的な要素はあんまり関係ないと思いますね。もう左ミドルどうこうは関係ないんで、お互い前に出ると思います。なるほど、はい、そうなると石川さん、はい、もうこれ人間と人間の勝負。そうですね、重いですよね、うん、はい、この多分ね、3ラウンド目と同じような展開になるのであれば、相田選手ちょっと有利なのかなとは思うんですけど、どれだけ鈴木選手が自分の得意な距離、技、攻撃を当てられるかということがポイントになると思いますね、はい、さあ、タイトルマッチは延長ラウンドです。このラウンドはマストシステム、何回もここでね、あと1本のところで逃してるね、ですからね。さあ、ゲストの大原優乃さん、延長いかがでしょう。そうですね、チャンピオンとして試合に出るってやっぱプレッシャーとかってあったりするんですか。そうです、僕はこの前チャンピオンだったばっかりなんで、まだ防衛戦をしないんですけど、あると思いますね。西川さん、そのあたりいかがですか。そう、僕もね、現役時代チャンピオンだった時に防衛戦をしたことがありますけども、やはりね、本当にあの自分のね、立場が変わってしまうので、うん、まあ、本当に一気にひっくり返るわけですもんね。そうですね、はい。
さあその勝負をかける、まあ、安藤選手本当に人生が変わる3分間ですよね、はい、変わりますよ。左のミドルは鈴木、やはり自分が最後信じるところはそこです。対する相田は近い距離踏み込んでのパンチ、拳を打ち込んでいく。ただ3ラウンドもそうです、鈴木もそのパンチで応戦してくる。左フック、ただ数は相田が左の膝突き上げるのはチャンピオン。ガードの間からアッパーも打ち込む相田、ガードが鈴木選手はしっかりガードをしながら打ってますね、うん、そうですね、膝がいいですね、はい、そして、うん、アクセントがつけてる鈴木選手、結構見た目がいいですね、印象がいいですね、はい、まあこれ延長ラウンドはマストシステムですから、マスト判定ですから、その印象というのも非常に大事になってきます。左の膝は鈴木、逆に体勢を変えてロープを背負わせるのは相田、前に出ていきます。もう相田が泥臭くいきます。対する離れ際、鈴木の左のパンチも当たっている。これスタミナももちろんなんですけど、押し合うことの体力なんですよね、スタミナ切れなくても筋力が落ちてしまうと、それは筋力が体力なので、こうなっていくと本当は最後は気持ちなんですね、うん、いや本当に安藤選手は、あの、はい、鈴木が全く距離取らないで前に出ていきますね。そうですね、まあ、これはこの点からそれが正しいです。なるほど、膝、その一挙手一投足に大きな声が上がります。東京後楽園ホール、相田も膝で返す、右の拳は空振り、鈴木は左のフック、前に出てくる左の膝、左右の膝は鈴木、もう視力を尽くした殴り合い、蹴り合いです。あ、鈴木はポンチで勝負するか。いや、この近い距離でね、相田選手が膝が得意なんですよね、うん、それをいい距離で鈴木選手が膝を出しているので、そうですね、もうお互い口を開けて歯を食いしばって必死の競争、ラスト20秒です。相田が前に出るか、この間の王子選手対大岩選手のような、まるで、ね、はい、さあ残り10秒を切りました。灼熱のタイトルマッチ延長ラウンド、最後どうだ、ここでゴングだ、ゴングの同時に両者が両腕を突き上げた。さあ勝ったのはどうだ、どっちだろうな、これはちょっと予想できないですね、うん、はい、ジャッジは必ずどちらかに9列をつけなければいけません、はい、マストシステムです。リング上で明暗がちょっと分かれているのは、うんうん、確かに相田選手がちょっと座ってる、そうですね、セコンドの久保優太と抱擁を交わしたのがチャンピオン初防衛戦の鈴木隼人です。もしかしたらこの2人の表情が物語っているかもしれません、ね、さあ判定です、防衛か新チャンピオン誕生か、10対9、1人目チャンピオン鈴木、ジャッジ小岩田10対9、10対9、チャンピオンを支持しました。したがって鈴木隼人、K-1 クラッシュファイトスーパーライト級王座初防衛に成功しています。相田康臣は2年ぶり2度目のチャレンジ、またしても延長まで行ったんですが、今回もベルト奪取ならず。さあ K-1 スーパーライト級チャンピオンアンプルキア選手、はい、いかがでしたか。そうですね、僕は正直どっちか分からなかったですね、今の判定は、うん、本当どっちが勝ってもおかしくないような内容でしたね、はい、鈴木選手ぜひあの K1 の方に来てもらって、まずは山崎選手や、佐々木大夫選手、そういったトップ選手と戦って実力が見たいですね。なるほど、石川さん、はい、だいぶ今余裕がある発言ありましたよ。はい、そうですね、これがまあそういうことでしょうね、はい、まあ、いきなり俺の前に立つのは早いんだよということで、うん、いやいいですね、アンポルキア、さすがさすがですねでも現役チャンピオンってそのぐらい自信持っててほしいですよね、うんうん、そして今日の試合でいうと石川さんは、はい、いかがでしたか。この試合ですよね、はい、鈴木選手がやっぱね、相田選手はこの新しい K-1 が始まってからずっとトップで走り続けて、相田選手を特にね競り勝ったっていうのは自分の実力をちゃんと証明したことになりますよね。トップ選手の仲間入り、
果たしたっていう試合。コンタクトレンズしてるんですか。本当に視力が悪くてですね、はい、普段はメガネするんですが、今日はコンタクトですかね。さあ、そしてゲストの大原優乃さん、はい、いや本当に死闘でしたね。そうですね、最後まで勝利の決着が分かんなくてドキドキしました。気持ちっていうか、挑戦する気持ちが大きすぎて終わった後のコメントとか何も考えてませんでした。まず対戦してくれた佐藤選手、ありがとうございました。やっぱり今まで対戦した選手とは全然違って、その根性だとかすごい伝わってきました。こんなに顔がボコボコになったのは初めてです。これで自分もファイターだって胸を張れて言えるようになったと思います。自分は本当にクラッシュのベルトを取ってからがスタートだと思ってて、ここでしっかりと勝利したことによってこれから自分の第2章が始まると思っています。これからも精進して絶対強くなって、もっと大きいベルトを取りに行きます。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。